はい、では、6月のワインショップローアンワインプラスのご紹介を本日も田辺さんと私高広店長の方で、配信していきたいと思います。では田辺さん、今月のセレクト便の内容ですけれども、はい、あとマスク失礼します、ちゃんとついておいてありますので、今月はですね、はい、シャンパーニュアヤラ、そして、白ワインの方ではアトランティスホワイトのエステートアルゴス、そして、赤ワインの方では、ポートドローヌのパラレル45ですかね。こちらの45で合ってます。合ってますよ。45合ってる。フランス語じゃなくていいですね。あ、キャロントさんですね。キャロントさん。の3本をメダルさんにセレクトしていただきました。はい、はい、解説の方お願いいたします。そうですね、今回はこの3本なんです。ラベルどうですかね、見えてる感じですかね。感じです。まあ、毎月ちょっとこの泡白赤で1本ずつ選んでるんですが、ちょっとシャンパン入れたいなと、今回はいろんな世界のスパークリングワインを選んでます。シャンパンなんとか1個ね入れたいなっていうふうに思って、今回入れたのがこのアヤラという、シャンパンです。これはチャルドネとピノノワールがね 40% ずつで、ピノムニエっていう、あ、ピノムニエ、ムニエっていう品種だけが全部入ってますんで、まあ、シャンパンのいわゆる3品種が全て入った、シャンパンです。で、見た感じはこう黒い感じでなんか重そうなんですけど、まあ、早速ちょっと開けながらちょっと説明しますけど、ですね、黒くて重そうな感じがするんですが、はい、まあ、実際アイムラっていうところのブランクル特級のエリアでピノノワールが有名なところなんですね。でそこに本拠地がある、シャンパンで、ピノノワールの個性もしっかりと感じるふくよかさとか果実の豊かさとかはあるんですけども、比較的ただドライに仕上げていって、こう綺麗なこうエレガントスタイルに仕上がったシャンパンです。お、さっき先に向けていいんですか、田辺さん。止まったものを人に向けちゃいけないって、僕ちっちゃい頃は習って。大丈夫です。うまくこう煙を出る。そうですね、はい、涼しめです。これをじゃあ飲んでいきます、はい、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、どんなシャンパンなのかね、飲んでいきましょう。で、田辺さんのついていただいてる土地で聞いていただきたいんですけど、そうですね、はい、この文芸っていうのは比較的シャンパン牛というのはメジャーな、はいはい、種類になるんでしょうか。どうですか文芸。文芸は、はい、シャンパーニュではよく知られてるんですけども、一般的にはほとんど作られていないと思いますよ。ほとんど、ほとんどのエリアでは知られてないんで、まあ、シャンパーニュといえばっていう、ムニエっていう存在はもう有名ではあるんですけど、普通のなんかこう、あ、黒ブドウですよね、赤ワインを作ったりとか、そういうイメージではなかなかないかなというふうに思います。なるほど。ちなみに店長、グラスがアイラの夏の顔、いえ、そうです、はい、この今月の6月のですね、ソムリエ便、あ、山口さんちょっとカメラの方に見えるようにしていただいて、はい、今月は先着順になってしまうんですけど、あ、はい、次裏目お願いいたします。この田辺さんセレクトのソムリエ便購入いただきますと、特典といたしまして、このシャンパーニュグラス2個ですね、セットとしてお付けいたしますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。これがついてるそうですね、はい、ありがとうございます。いじられたのかと思いました。いや、ちょっとなんか割れそうで怖いです。怖いですね。はい、じゃあ、はい、じゃあ乾杯と昼間から、はい、乾杯と飲みましょう。じゃあお願いします。乾杯、乾杯、はい、どうですか、色は赤、淡いでしょ。そうですね、シャンパンゴールド通常もっと金色がね、はい、光ってくるんですけど、少しシルバーのようなカラーで、これ香りどうでしょうか。薄いという表現なんですかね、淡いという表現の、あ、淡い方が黄色、淡いの、はい、表現。どうですか香り。
飲んでる香りだですか。香りもそうですね。うん、香りも淡い。そうですね。淡い。花のような、はい、控えめな果物のような。山口さん、はい。香りもさっぱりしているんですけども、さっぱり。うん、最初の口目が甘くふわっと、蜜が残った後味の蜂蜜のような美味しいです。ああ、いいですね。そういう感じで精進いたします。味わいどうですか？うん、コメントもいただいてますね。あ、本当ですか。はい、あ、いや、漫画マリアージュにも出ていたような。あ、そうですね。ご存知ですか。そうですね、マリアージュね、神の雫第2章。うん、うん、エレガントです。はい、どう表現店長空白の時間なのかな。ちょっと辛口じゃないですか、ドライなので。まあなんかこう、うん、比較的冷やしてですね、爽やかということで考えると、このグラスのね、スリムなグラスでしっかり冷やしてアペリティフ、まあ、食前酒にいいんじゃないかなと。ああ、いいですね、うん、料理は何がいいですか、店長的に。そうですね、ヨルさんもそうですね、うん、いろいろとこう、うん、店内のおつまみも販売しておりまして、うん、あ、はい、この中から選ばせていただいてよろしいですか。はい、お願いします。じゃあちょっとカメラを送っていただいて、そうですね、この味わいですと、店内の商品がすごいんだけど、バイン店長セレクト、でもね、アンツワシリーズって言うんですけども、さっぱりした味わいもありますし、ムール貝の白ワインにしなくてめっちゃいいじゃないですか。めっちゃいいですよ、うん、いい気するんです、はい、うん、いいと思います。それ以外はこれ以外はですね、さっぱりしているところになりますので、これはちょっとサンパニーいただきますので、スタークリングワイン味のポテトチップス、いいですね、それ。いいんですね。はい、いいと思います。いや、これ一緒ですか。ぜひ、はい、作ってみたいな。これ飲んでみるか、違うか、トンペリはトンペリのラグ、うん、この形はまたトンペリみたいですね、うん、いいですね、いいと思います。こんなのあるんですよね、はい、はい、これはなかなか他でやっぱりこれカルディやるんですか。しまいですか。ちょっと僕の存じ上げないんです。カルディの方を見てると、はい、はい、うん、という感じで、はい、こういうおすすめのね、いかがでしょう。缶詰いいですよね、缶詰このシリーズ、このムール貝の、オイスターってもあるのかな、あとホタテとかも、ホタテとかもあるんですかね。ホタテは一応並べてないんですけど、うんうんうん、オイスターと、まあ、牡蠣がありますね。ああ、ですね。これですね。ああ、牡蠣の燻製。これなんかバッチリですよね。牡蠣の燻製ね。はい。いいですね。はい、いろいろありますね。感想すごいですよね、これね。ああ、牡蠣出ましたね。牡蠣出ました。はい。これなんかおすすめです。このぐらい合わせるのはいかがでしょうか。ね、まあ、ここら辺。これ、ワインオフでもやったことあるんですよね。この、おこさんの、夏のシリーズの、ワインとの相性。なるほど。セミナーは去年だったかな。はい。はい、ということで、どうですかね、この最初に飲むにはいいんじゃないですか、この暑い時に、はい、はい、というシャンパーニュでした。次行ってみましょうか、次の白ワイン。次お願いします、はい、うん、これスクリーキャップで開けれるんで、簡単に開けられます。ラベルがこうパーストの2019年の、ね、アトランティスというワインですけども、これギリシア、そうです、ギリシアのサントリーニ島という島があるんですけども、そこで有名なブドウ品種でアシルティコっていうんですね。アシルティコっていう品種がありまして、はい、じゃあいただきます。
はい、じゃあいただきます。何でしょうか。はい、アシルティコっていう品種なんですけど、アシルティコが主要品種、アイダニっていう品種と、アシリっていうのがちょっとだけ入ってるんですけども、アシルティコっていう品種です。でサントリーニはあの島になってますけど、知ってる方もいらっしゃるかも。白い建物で海がこう周囲にあって、で僕も、行ったことありまして、ね、2回ほど行きまして、で雨が降らないんですけど海水の風がすごいんですね。海水を含む風がわーっと入ってきて、で木の仕立て方がこういうカールって言ってぐるぐる回ったちょっと変わったですね、カールっていう、はい、あのカゴバスケット状型になってるんですよね。あのオリンピックとかでもらうこういう月桂樹の花じゃないですか、ああいう形をしていて不思議 で、はい、で風で倒されないように平地にこう、海風に強いからっていうことですか。海風が強いん で、その海風と潮の水がこう入ってくるんで、それでブドウが育つというまさにあの海の、なるほど。香りにちょっとなんていうんですかね、こう塩っぽい香りとか、うーん、あとね火山灰土壌、火山性土壌でマグマがこう土に散らばってるんですよ。でなんか不思議なそういう香りがするんですよね。だからあのマグマとか火山とかの炭っぽい香りがするでしょ。うん、でちょっとスタッフの方、力強い力強いですね。やっぱそういったところ力強い、その芳醇さを感じたんですけど、うん、力強い、うん、美味しいですね。でも本当そうです。あの日照がすごいあるんで、うん、あのこう涼しいヨーロッパのエリアとは違って、爽やかな辛口なんですけど、果実の凝縮感もすごくある。うん、で奥行きがあってミネラルがあって、うん、でレモンとかもまあ有名なんですけども、なんか酸味があるじゃないですか。レモンっぽい感じ、うん、キリッとしたクエン酸的な。綺麗な、うん、だからレモン絞りの、あんまりいろいろ答え店長に聞いてたけど、レモン絞りの何、レモン絞りの何レモン絞りの、レモン絞りの絞り汁、漫画でお寿司に話しましたね。はい、あやら、そうですね、うん、じゃあやっぱりイカとかに合うんじゃないでしょう。イカの寿司、あのこれはね、さっきのね、うん、お寿司先ほどの、お寿司、うん、これイカもいいですよ。あのイカの料理があるんですよ、ギリシャに。カラマリっていう、カラマリ。ああ、フライにしたりする。カラマリフライ。カラマリフライってありますね。小さいあれでも絞って。で、アイス。あ、うん、いいですね。そこでなんか飲みたいわいって感じ、ね。そう、本当に。日本だと屋外だとちょっとなんか蒸し暑かったりとかいろいろ言われますけど、でもね、カラッとした。外で飲みたいですし、ヨーロッパだと外で飲むのってほとんど、なんでお店でも外から回ってきますんで、店内じゃなくて店外からわーって回ってきます。人気なのは外だから。カップだと海に持ち込んで、お、海に持ち込んで、いや、いいですね。はい、そうですね、海鮮一緒に、海にね持ち込んで、そう、え、海の中ですか。海の中もいいし、危ないです。そう。海水浴、バーベキュー。これこそ本当にあのオイスターに合う人が、ね、あ、これオイスター、あります。さすが。店長。オイスター合いますね。バッチリです。ちょっと開けてみましょうか、田辺さん。あ、じゃあ。はい、じゃあちょっとね、そうしてる間に僕の次の赤ワインを用意して、ぜひ、はい、お願いいたします。ちょっと開けちゃいます、ちょっとここら辺で、はい、アトランティスのギリシャワインね、合わせてのパックを用意しまして、で赤ワインもうちょっと説明します。はい、柑橘は皆さんご存知の方も、ね、いらっしゃると思いますが、いろいろ魚介だけじゃなくて、あれが有名だったかな、柑橘のビーフ、柑橘のビーフはあります。牛肉のカツキビーフのありますよね。あれが人気だって、ホタテとかかな、ホタテも人気だっすね。はい、当たりますね。うん、
コルク長いっすね。美味しそうっすね。めちゃくちゃ長いっすね。天然コルク。ありがとうございます。いただきます。はい、じゃあ、決まり味をね、やってみましょう。はい。うん、ちょっとこの、これで、こうですね。やってるの。うん。うん。うん、スモークで、スモークが効いてますね。そうですね、うん、スモークより相性がいいですね、うん、バッチリじゃないですか、ね、めっちゃいいですよ、うんうんうん、バッチリですね。なかなかの、うん、マリアージュでも白ワインという柿ってよくあの、うん、言われますけど、うんうん、セレクト間違えると、ちょっと生臭さが際立ったりするような、うんうん、あるかと思うんですけれども、うんうん、この場合には、柿と、タルとかを効いてるのとかは、しちゃうとちょっときついかなと思うんですけどね。生柿とかだったらね、キダルのローストコーがあるシャルドネとか、なっちゃうとちょっと変わってくるんですけども、やっぱりあの海のミネラル感とか、塩味とか、その心地よい苦味とか、まあ、そういった部分で合わせていけると、まあ、よく合うなという感じで、塩気があるんですね、ワインに、ね、塩味があるから、はい、そういうとこっていうのが相性がいいです、はい、うん、いいんじゃないでしょうか。あ、いいですね、ね、うんうん、っていうワインでございました。はい、ありがとうございます。どんどん進めて、はい、今罵声しましたけど、コルクですごいですね、この天然コルクで。こんなしっかりとした、パラレルポーティファイですね。これはあのコートデュローヌというローヌ川っていう川が、あって、フランスの南側ですね。でローヌ川はそのまま南の、プロヴァンスの方まで、続いていく南側の方のエリアなんですけど、これはローヌ地方でも南側の地中海水域、もうすぐ南はね、本当プロヴァンスっていうここで作っている赤ワインです。品種はね、グルナッシュというスペイン原産品種です。スペインではガルナッチャというふうに言われてるんですけど、ガルナッチャって言ったんですけど、これグルナッシュのフランス語に、なってまして、パラレル45は緯度ですね、45度っていうあの緯度がちょうど、はい、生産者のポール・ジャブレっていう、あのすごい有名な作り手なんですけども、その人のまあ、これですね、ポール・ジャブレ・エイネって書いてあるんですけど、この作り手の、まあ、ワインセラーが、まあ、そこにあって、カーブがそこにあるっていうことかな、あの色があるかな、色はちょっと濃いめですかね。ああ、そうですね、うん、なんていうんですか、これなのルビー色よりももっと濃い、そうですね、ダークチェリーですと濃いめですよね。香りどうですか、どんな感じしますか。うん、これは何でしょう、黒いベリー系の香りで私は感じます。いいですね。いかがでしょう、うん、いいですね、うん、あと他には、うん、あ、柿の味がなんか蘇ってきますね。戻りこうやって、うん、確かに牡蠣残ってますね、うん、ただあると思うんですよ、意外にこれ海の要素があって、ちょっと溶度感があって、うん、まあ、あの鉄分感が生臭さにつながるっていうのはよくあの言うんですけど、あの魚の脂肪酸と赤の鉄分がぶつかると、っていうんですけど、ただあのさっきのスモークしてあるんで、あのその要素として考えると全然悪くないですよね、うん。果物とはなんか違った感じが、果物とはまたなんか違った感じです、うん、何の香り。あ、そうですね、果物以外は必ずあると思うんですよね、ね、矢口さんどうですか、ね、カシスのような、カシスありますね、重い感じがある、うん、ミディアムのお肉料理に合わせても美味しいんですか。いいと思いますよ、うん、
夏でも飲みやすいなと思います。そうですね、ちょうど今6月で、うん、あのやっぱ季節感を意識しているのがあって、だからギリシャのマドリのワイン、はい、でこれもね、あの赤だけど地中海の方で、うん、でよりシャンパンドライの感じにしてっていう一応考えてます。いろいろ考えてどうでしょう、これでは今度は、はい、この赤に合わせたマリアージュって形で、はい、うちのスタッフ山口の方がほどセレクトしたのをぜひ感想を、はい、いただきます。アーグルをセレクトして、はい、すごいですね、これは面白いですね。ビーフジャーキーのカフェですか。いいですね、素晴らしい。あ、いいと思います。めちゃめちゃいいですね。これシラー 40% 入ってるんで、はい、そういう意味でもちょっと故障感があって、なるほど、動物的な要素。いいんですか。いいんですか。合うと思います。シカのジャーキー、じゃあぜひマリアージュを、うん、マリアージュ、はい、質問、そちらの赤はタンニンはありますかということです。店長どうぞ。闇浦の猫さん、タンニンはあります。もうちょっとなんかタンニンについてもうちょっとですか。あるかないかだけじゃない、なんかないですか。どんなタンニン、うん、一般的にタンニンというと、やはりブドウの皮ですとか軸から出てくる材料かとは思うんですけれども、うん、これだけでやっぱり色の濃さ、うん、深さからいくと、うん、かなりタンニン、まあ、熟成の過程にもよるとは思うんですけれども、かなり抽出されているのではないかなと思いますね。で、味に関してもそこまででもあの渋みをうん、感じるほど重いという形ではなく、ミディアムが来るのは中間ぐらいの感じでしょうかね。という感想でいかがでしょうか。いいね、1ヶ月前と全然違いました。いいですね。あの、まあ、クルナッシュ自体は単にはあんまりないんですよね、あの品種自体は。うん、これ 55% クルナッシュが入ってて、シラーが 40% で、クルナッシュ自体はアルコール上がるし、あのフルーツは熟度が上がるんで、宮美さんおっしゃったようなこう少し重いなはある。ただ渋さ自体はないですね、そんな強くない、感じないです、ね、緻密で、きめ細やかで、まあやや控えめっていうふうに言ってもいいですよね、シラーも入ってるんですけど、そんなにシラー自体もね、そんなにタンニンが強い品種ではないので、これ自体はすごくタンニンが豊富であるというよりは果実に主体で、まあ、あまりすごく長く熟成させていくっていうよりは、今飲んでも美味しいというようなワインなので、すごくコスパが高いんじゃないですか。コストパフォーマンスね、これね、非常にいいと思います。鹿肉のお客さん、食べました。飲んでました。ジャーキーバッチリですね。ナイスナイスチョイスですね。グッチョイス。シナも入ってるんですね。シラー 40% しか、ね、味ですね、ジャーキーの味が、ね、広がって、すごくいいマリアージュだと思いますよ。乾燥したトマト、ドライトマトなんかにもすごいよく合いそうな、どこで思い出したんですか。いろいろと勉強させていただいております。すごいですね。なんか読んだでしょ、カンペ読んだでしょ。違う。載ってません。ドライトマトあると思いますよ。ありますね。そうなんですね。なんで、あのなんかトマトソースとかラタトゥイユみたいな、ラタトゥイユとか、はい、あのトマトの煮詰めた、ソースとか、例えば書いてるんですね。あのトマトソースはトマトソースを、まあ、パスタでもいいわけです。要はベーコンとかをこうしっかりソテーして、ベーコントマトにして、パスタを合わせるとか、まあ、こういうのもいいでしょうし、例えばローリエの香りをつけるとか、タイムとかの香りをつけるとか、そういうナッツとか、そうですね、そういった料理を、ラムのグリルにちょっとこう
タイムでマリネしといて、でグリルで焼き上げるとかね、こういうのは非常に相性がいい。ちょっとやっぱお肉は癖のある肉が美味しい。焼き目の強い、そこにハーブやスパイスとか合わせやすいとかですね、はい、そういう感じで、これ結構前から僕も本当おすすめしていて、昔 お店でも使ってましたけども、はい、これはね単体ではおやすい一度ですよね、うん、こちらはですね、答えて1400円安いですね、でコスパもですね、超コスパも、これあのツイッターでも上げたことがあって、かなり人気やっぱり、ありました、はい、ということで、まあ、ポルジャブレっていうのを生産者本当はあの、すごく高いワインを作れるんですね、何万円っていうワインを、ね、作れる人が5000円のワインを作るっていう、これ考えるとやはりもう哲学という考え方、技術があってこの値段なので、なるほど、すごくお得なんじゃないかというセレクトですね。まあ、今日はあの3つので3本の価格で言うと9800円ですよね、はい、ですから、まあ、シャンパーニュが結構なんですか、なかなかいい値段はするんですけども、そうですね、シャンパーニュとアトランティス入れてもそれの値段になっちゃうので、そう考えてくるとですね、さらにこのワインがついてきてみたいなね考えてると、これもついてくるし、まあ、グラスグラスもいう感じで考えるとかなりお得なんじゃないでしょうか。でしょうか、はい、はい、ということで、はい、今月の、ね、ご紹介これで終わらせていただきますけどもですね、まあ、引き続きよろしくお願いいたします。店長、今日は、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた来月もよろしくお願いいたします。